あ、おはようございます。おはようございます。今日は大阪から何しに東京まで？今日はあの最終面接受けに東京来ました。あ、最終面接、はい、お、ちなみにその最終面接、うん、意気込みはどうですか？いや、もう落ちるわけないなっていうぐらい、まあ100受かると思うんで、はい、やってきます。すごい自信ですね、相変わらず、はい、じゃぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ブリン君、お疲れ様です。お疲れ様です。最終面接どうでした？はい、余裕の合格です。余裕の合格。はい、合格決まったってこと？あ、もうその場で。その場で、はい、合格もらいました。はい、今日はこれからあとはどうするんですか？そうね、とりあえずお腹空いたんで、あのご飯食べに行きましょう。あ、お腹空いたね。お腹空いたね。お、これは何ですか？これザ・ビッグコーヒー&パイ。お、じゃあ入っていきましょう。何か、おすすめのカレーですね。めっちゃ美味しそう。ちなみに、星君は何を食べたんですか？ちょっと今回はね、タコライスを注文させていただきました。はい、オレンジジュース。めちゃくちゃ美味しそう。めちゃ美味しそうですね。チーズとかも入ってます。じゃあ、ゆっくり食べましょうか。食べましょう、いただきましょう。いただきましょう。はい、いただきます。あ、ウイ君、ちょっと作業中にちょっとごめんなんだけどさ、はい、なんか今日最終選考とかあったわけじゃん、うん、選考進む上でコツとかって何かあったりするの？あるあるある、どんなことやってるの？いつも3つに分けて考えてて、うん、1個目がなんかドキュメントにワンキャリアとかそのサイトとか使ってその質問内容をめっちゃまとめるっていうことで、2個目が OB 訪問。OB 訪問そう、うん、で3個目がそれを模擬面接とか自分自身でアウトプットをするっていうところかな。あ、そうなんだ、うん、最初に質問リストを作る。質問、そうそうそう、例えば、まあ、どこどこの企業の一次面接っていうのを調べて、うん、そこで聞かれた質問みたいなやつを、まあ、全部 Google ドキュメントとかそういうのに全部リストアップするの。でそれに対して自分で答えていくみたいな感じ。でそのウェイ君の一つ目のドキュメントを作る上で意識してるポイントとかってあるの？一、うん、個明確に意識してるところがあって、うん、一問一答で終わらないみたいなところはすごい意識してる。例えばなんでこのサークルに入ったんですか、始めましたかみたいに聞いて、うん、何々だからっていう風になっちゃうとそれじゃ弱いんだよ。そこで頭の中に南さんを用意して、南さんだったらどこまで聞くかなみたいな。あ、で、まあ、そのサークルでこういうような A っていうことを成し遂げたくてサッカーサークル入りましただったら A な成し遂げたいのなんでなのとか、そのじゃあなんでサッカーじゃん、サッカーなの、バスとか野球とかじゃダメだったのみたいな、その自分の中にすごい意地悪な面接感を用意してどんどん深掘りしていくみたいなっていうのが意識することかな。じゃあなんか2番目にさ、うん、OB 訪問って言ったじゃん。 OB 訪問なんで必要なの？理由は、まあ3つあるんだけど、1個目が熱意を増すっていうか、2個目が足らない情報を取りに行くっていう、そこが一番大事なんだけど、で3つ目がそのドキュメントとかその面接の壁打ちをしていただくっていうところかな。2個目がすごく個人的に大事で、じゃあうち来て何したいんですかとかの質問ってさ、 OB 訪問しなかったら分かんないじゃん。分かんないね。だから OB 訪問でなんか興味ある部署の人とかなんか行きたいなって思っているところの働いてる人の話聞いて、自分がその企業に入った時のなんかキャリアパスみたいなのを具体化するみたいな。うーん、確かに確かに、うん、そのさ、なんか将来行きたい部署っていうのはどうやって見つけたらいいの？まずは俺なんか感覚で選ぶ。あ、ここ面白そうみたいなのをなんか見て、その話を聞いてみたいな感じかな。でもここでやっぱり OB 訪問で一回その部署については聞くし、 IR とかなんかその株主向けに出してる資料とかも見る。 IR を見るっていうのはどういうこと？企業がその注力してる事業か否かっていうところが大事なんだけど、IR 見てその項目とかが全く書かれてなかったら、言ってしまえばその企業の中であんまり大事にされてないとか重きを置いてない事業なわけよ。そこに行きたいですって言って、いやその事業ねなんかもう撤廃するんだよねみたいに言われたら、あ、じゃあ無理ですね、お疲れ様ですってなっちゃうから、そうそう、なんかそういう風なミスマッチを避けるためにもなんか見ておいた方がいいかもっていうくらいかな。なるとじゃあ IR 情報を見てから OB 訪問の方がいいね。うーん、OB も一応絶対印象はあるだろうし、分かってるか分かってない子やったら分かってる子の方がいいと思うから、ある程度見ていった上で質問した方がまあ好印象だと思う。それで3つ目が、なんだっけ、あの壁打ち、逆にここいいなって思うポイントどこありますか？俺はメッセンジャーとか、旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。